来てください。さてどうすれば若はおとなしく起きてくれるでしょうか。おや、美人は照れていますか。子供の頃はよく抱っこ抱っことねだってくださいましたのに、どうやらお忘れのようですね。私の香りに包まれるのが大好きで、抱っこしてあげなければなかなか寝つけませんでしたよね。何が違うというのでしょう。子供の頃のあなたと今のあなたは同じ人ですよね。それとも私の香りがもう嫌いになってしまいましたか。ではまだ私の香りが好きってことですね。でしたらもっと近づいてもいいですよね。若はまだまだ子供っぽいですね。まるで5歳の子供のようですよ。若様、お目覚めですか。皆さん待ってますよ。あとは若様が、おや、どうやらお取り込み中のようですね。仏頂書、若様のお世話はここ空想の執事である私の役目です。それなのになぜあなたはここにいるのでしょう。若様、15分が経ちましたよ。お支度でお困りなことがあればなんなりと私にお申し付けください。若様、襟のボタンを締め忘れていらっしゃいますよ。大丈夫ではありませんでしたね。独身であるお父上様は奥様と世界をめぐって何年も戻られていません。その間は若様が代理職身としてこの空想を治めています。私はそんな若様をお支えするのが任と心得ております。空想は今や数万の食玉らが暮らす極高の楽となっており、山頂には3階から毎日数千人もの客が訪れています。従って代理職身である若様にはもっと自覚を持って、真を待たせるとはどういうつもりだ。お前は随分と良いご身分のようだな。一日も早くその悪い習慣を克服しろ。さもなくお目付け役を差し向けてやるぞ。
ら隣に新しくできた店の開店祝いのようですね。ほう、それは実に興味深いな。食神が開いた山頂の隣に店を開く、大した身の程知らずだな。だが志は大きいほど良いというからな。その度胸は気に入ったぞ。いいことを言うな。いやはや、実にお見事だ。慌てなくて結構。まずは自己紹介をさせていただこう。私は沿線団の管理をしているエキガと申す。こたびは我が主の代わりにご挨拶に参った。おや、職人である医師の子でありながら沿線団を知らないとは。だったらこの私が教えてやろう。V 山の満天峰には巨大な石があり、カナエのような形をしていたことから沿線団と名付けられた。それは始皇帝真の、そしてそうだ、我がそれ千年まずい。空想の食愛系の意愛系し、その目に左へドラッグして敵と遭遇するまで。若左へドラッグして敵と遭遇するまでお進みください。左へドラッグして敵と遭遇するまで押す。当鉄出現。真はすでに準備。その目に真の勇姿をしかと焼き付けるがよい。そんな貴様、それも兄弟、そんなものは美人。そう、北京ダック。私たちの縁、頑張りましたね。やっと。お久しぶりです、若。失礼いた。先。そうですね。他の職、私は。もちろんです。国を飾り、玉長旅に出、ここは召喚人。若、こ
渾身を保つ。ここは召喚。身の回りの世話をさせていただき。若、ここをお選びください。まずは。戦闘に長けているという印象を与えましたか。あなたのおそばで戦えることか。仏頂賞は険しい旅路になるでしょう。ここをタップ。万象人は、それにここは恐れ空想が。イッサ様は近々。若、おき。食玉アイ。この程度では。食玉アイ。若、そんなに緊張なさらない。この程度で私を止められると。この程度でとお思いですか。若、そんなに緊張なさらなくてもいいですよ。これは祝杯用のお酒です。割ったら許しません。この程度でとお思いですか。若、そんなに緊張なさらなくてもいいですよ。若、見てください。